片町キララは石川県金沢市片町にある複合商業施設である。建設中のビルの箇所は片町栄地区再開発新ビルであった。2011年5月1日付でヤマトの社内に社長の宮二郎を委員長とするラブロ再開発準備委員会が設置されて周辺の地権者と構成した片町栄地区再生推進協議会で 商業施設をベースとする整備構想を取りまとめ、金沢市の2012年度当初予算案に、周辺ビル約10棟を含む地区の再開発計画の策定支援費500万円が計上されるなど建て替え、構想が浮上した。ラブロ片町を含む片町地区の再開発を行うため、2014年に片町 A 地区市街地再開発組合が設立され、 2015年9月18日に再開発ビル、片町キララが開業した。フロア面積が再開発前よりも減少する、全国的に珍しい再開発となった。名称は公募で決められ、2015年4月に名称を片町キララと決定した。この名前には、片町にふさわしい、輝くように、美しくキララかな未来を感じさせるランドマークになって、 欲しいという思いが込められている。2016年、片町キララの商業フロアの施設管理者である、株式会社プロパティマネジメント片町が、施設所有者である、株式会社ヤマトの持ち分法適用会社となった。現在のフロアテナントは、公式サイトのフロアガイドあるいはショップリストを参照。H&M が北陸地方書出店、ロフトが石川県内書出店となった。 2017年10月に通る人が気軽にピアノできるようにストリートピアノ街角思い出ピアノを金沢市が設置した。当初は金沢駅モテナシドーム地下広場と片町キララの2カ所に設置した。片町のピアノは旧金沢市立菊川町小学校で使用されたピアノを金沢美術工芸大学の学生が装飾を施し再生したものであった。 2018年7月、片町キララに設置されていたピアノを学生が破壊。翌月に撤去されたが、2019年9月に、金沢市立北なる中学校で使用されたピアノが再生され、展示されることになった。事件を受け、防犯カメラが設置され監視できる、要防犯対策が強化された。なお、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から、2020年4月に、 撤去されたが、再開は未定となっている。ありがとうございます。